近日開幕、東京ミックスドオリンピック。ハーフだったら誰だろう。あ、ローラだね。ローラ。トリンドル・レイナス。街の女の子たちが口にする今人気のタレントたち、モデル、声優、アナウンサー、今やテレビで見ない日はないハーフタレント。友達とかいますか？います。います。はい。その子はアメリカと日本のハーフ。町や学校でもハーフ人気は今や当たり前。もうなんか絶対二人で。そうだよね。で肌綺麗で。そう。でなんか顔もなんかちっちゃくてなんかシュってなっててね。そうそれぞれ。一体みんなが憧れるハーフ、どこの国そのハーフ？ヨーロッパ。行くね。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか。イメージなんか美少女のイメージがすごい強いなと思って。すごく目に力がある女性が多いかなと思うし、スイスとかフランスとかやっぱりヨーロピアンに憧れますね。なんでなの？色素の薄さとか、あと骨盤の小ささ。それでは決めちゃいましょう。日本人とのハーフ、一番人気の国を。今年、東京ときびきチャンネルで開幕。タレントに負けない一般ハーフ女性の参加も募集中。優勝すれば番組出演も。東京ミックスドオリンピック。カミングスー。